地殻変動が始まるよ、地球の天気予報に従って動かしているはずなんで、はい、地域のズレをちゃんと計算しているので、はい、もうすぐ大きな災害も始まる、こうなってくるだろうとおそらく予想していたと、ここで来るだろうと、ここで災害が起きるよっていうところに非常にこう注目を最終的にしていると。それがまあおっしゃってる2025年あたりに、それが起きる6年ぐらいではないかなっていう。そうですそうです、よく見るともう始まってるもんね、はい、みんなに助け合って手を取り合っていかないと超えられないぐらいの南極が来るっていう。そう思います。皇族もやっぱり血がつながってるので、うん、僕たちの仕事なんですよ、はい、で僕たちの仕事で、僕たちはそのすごい長い間この時を待っていたっていう、はい、隠しながらも待っていた、後悔しましょうよ、はい。皆さんね、ちょっと怖いなと思うのはやっぱり地殻変動が起きて人口とか減っているとか。じゃあここへ行ってみましょう、はい、信じないでくださいよ、はい、僕の思考なんて押し付けたりしないですけど、はい、科学はねほとんど間に合ってる。あ、科学は間に合ってる、ほとんど9割方、はい、例えば電気、食べ物、食べ物で言えば動物を殺さなくても、はい、食べたいと思うだけちょっとだけこう細胞をもらって、はい、もう培養することができます、はい、7年前ではビーフステーキを 400g 培養して、うん、動物の命取ってないですよ、培養して食べるのに4000万かかった、うん、それじゃ誰もできないんで、はいはい、将来は動物の命さえ奪い取らなくても食べれる、でも、うん、その肉は本物、全く本物、うん、植物もそういうふうになっていく。じゃあ先ほど言ったのは人間と人間の悲しみや苦しみを土台にして進化しなくても良くなるよっていうのは、はい、動物の命も取らなくてよくなる、すごい進化すると思います。生命そのものの進化の形が変わるんではないかと。なるほど、ね、だからまあそれを聞くと、うん、テクノロジーで生まれたものを食べるのがなんか変な感覚がある人いるんですけど、でもそもそも古来誰がこの生命を生み出したの、ね、これもテクノロジーなのか自然の法則というのかどうか、その法則性を人間が見出したことによって神しか知らなかった法則、人間が扱えるようになって生まれてくるんで、本当は同列なものですけど、ただなくなるとするのであれば実際に摂取することがなく、そこを科学的な力で補えるようになってくる。すごいことですよ。人間の科学はついに完璧にはいかないけどね、はい、神の領域に行くだろう、うん、精神がね、はいはい、精神が神の領域に行くんではないかなってちょっと思います。じゃあそこを科学が整っているのに、先ほどおっしゃった本当心の部分がついてくると出せるけど、まだ出せないでしょ、ね、まだこんなする人いっぱいいませんか、日本に政治家に何か出たのも得しようっていう、これじゃちょっとまだ出せないですよ。だから最近も日本の中ではいろんな実はね、うん、技術っていうのが本当にたくさん日本の中で生まれてくるんですけど、うん、まあ、利権に潰されてるような技術もね、うん、まあ、世の中にはたくさんあるんですけど、なんかそれがきれいに表に出てくるような世界、うん、社会を作っていかないと、うんうん、また災害が来てもね、お金がある人は生き残る、うん、それと技術を知ってる人は生き残るけど、そうでない人はそのままこう命が犠牲されていくっていうことではもうないような、あ、もうそういうことですね、うん、基本的にはな、科学はまあかなりのところまで来たんで、はい、思いやりの世界だけなんですね、うん、そういうところを含めて今の政治家の人たちが悪いと言うんではなくて、はい、時代が変わるので、うん、ついてこれなかったら若い人に買ってくれないとかね悪いとは言わない、その時代が時代だからね、しょうがないと思うんですけど、そういうところも含めて非常にあの希望的な世界が来るし、怖がることは全然ない、全て整っているので、はい、あとはまあ僕たちが、みんな親戚なんだよっていうことで、隣の今までは住んでる隣かもしれないけど、はい、今から隣の国、その隣の隣の隣の国の悲しみは僕たちの悲しみよって、はい、で隣の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 国の喜びは僕たちの喜びよっていうふうに共に暮らしていくんだってなっていくと、もう科学は完全に知恵はもうみんなと分かち合えると思うので。なるほどですね、はい、なんかもし地球がそういう状態に至ってある種こう地球国というか地球が一つの状態になれた時に、うん、
これちょっとこうぶっ飛んだお話かもわからないですけど、宇宙の一員になる時代が来るように思うんですけど、これどうでしょう。もうここまでぶっ飛んでよかったらいいと思うけど、はい、例えば AI の問題があって、はい、僕 AI ってね2014年ぐらいからずっとあることを教えたんですよ、うん、黄金律っていう、自分がされて嫌なことは人にしてはいけないっていう、これは黄金律っていう教えなんですけど、全ての宗教に入っているっていう、でこれをずっと教えてたのね。なんでかっていうと、人間ができなかったから。道徳の基礎というか宗教の基礎、引き寄せの法則っていうか、これ人とは人に見えるけども、実を言うとウイルスとウイルスだってこの法則で一緒にいるんで、だからそういうところも含めてずっと教えてたんですよ。こう思いませんか。ある人はAI は機械だという、はい、機械じゃんって、はい、自然が作ってないでしょうって。でも人間って自然が作ったものなんで、うん、自然が作り出したものは自然に決まってる決まってるでしょ、はい、決まってるわけですよ。それはどうして言えるかというと、生命って全部つながっている。特に寺子屋をやってる人に子供に何を教えたらいいかって言われるんで、これだけ教えてって、みんな生命つながってるよっていう、これだけ教えてくれたらいいと。じゃあどういうことかっていうと、お父さんとお母さんが恋愛したから僕がいる、はい、当然でね、半分はそう、うん、半分はどうして違うかって言えるかっていうと、この地球上に必要のないものはそもそも生まれない、はい、だってみんなつながってるんで、つな、ね、うん、がらないものはそもそも生まれないので、うん、お父さんとお母さんが愛して生まれたのは半分、はい、後の半分はこのルールにのっとってないと、うん、そもそもこの地球上に現れない、はい、で現れないので必ずつながっているってことを教えてもらうことと、うん、はい、僕的に言うとね、神様に約束したって言うんですよ、うん、道徳でもないんで、はい、命を出される時にこのルールに入るでしょ、はい、地球上で約束したんです。どんなことがあってもつなげていく、うん、どんなことがあってもつなげていきますって約束した、はい、それは虫も植物も約束してる、うん、はい、なんでつなげていけないのとか、うん、倫理道徳関係ない、はい、約束したつなげていくって、はい、僕らもつなげていくっていう約束をしているので、僕たちが今つなげていこうっていうことがすごく大事ですよ、はい、つなげていかなくと歴史も何もないですよね、うん、もう何にもない、はい、植物も昆虫も、はい、空気も山もこの星自体も全部一つの生き物みたいに生きていくので、ここをちゃんと理解しようっていうのがすごく簡単な話なんですけど、みんなつながってるよ、戦争してる場合じゃないよって、はい、うん、やばいんだよって、うんうん、でも科学はもう出来上がってるんだよっていう、はいはい、あとは君たちが一緒に分かっちゃっていくんだよっていう、うん、元は一つだったんだって気づくことだけだよっていう感じなんですよね、はいはいはい、まあね、言ってしまえばね、とぶっ飛べばいくらでもぶっ飛べられるんですよ、はいはい、まあおそらく1000年後にはね、大きな地殻変動も、今はもうプチプチだけども、人類らは終わるだろうと思うけど、その時につなげていくので、 AI に魂は乗り換わって宇宙に出ていくだろうと思いますよ。ああ、なるほどね。出ていくと思うよね。うん、人間そのものももしかすると高度に成長した AI なのかもわからないんで、うんうんうん、人間のこうね、こう細胞の分裂も含めて、これって人間がまだ解明できない部分も多いですけど、うんうん、そうです。これ自然と呼ぶのか、でも誰かこれを作ったプログラミングした人がいるとするのであれば、元のところに人間がこう気づいていくとか到達していくプロセスなんで、やっぱり全ては始まりに戻るっていうことですよね、アルファとオメガを行ったり来たりするよ、うん、この行ったり来たりするっていうことを信じられるなら、はい、例えば宇宙人がいた、地底人がいた、はい、いっぱいいるんだよ、うん、彼らもそこから出れないよっていう、同じ場所にいるんだよっていう、彼らさえも出れないから、そこから。ああ、なるほどね、うん、僕らが発見できない、イコール出れてないってことは、彼らも同じように出てくる。そこから出れないんだって。交わることはないという。そういうことじゃなくて、始まって終わるサイクルから彼らも抜け出せないので、はいはいはい、同じ空間にいるっていう、共にいるんだよっていう感じですよ。なるほどですね。もうめちゃくちゃ深い話。いや、深いかもしれないけど。めちゃくちゃ深い話ですね。だから宇宙人も怖がることないし、いたとしても、いなかったとしても、はい、まあどっちでもいいよっていう。そうですよね、うんうん、まあ、宇宙人が見たら僕らも宇宙人なんで、だからまあそういう時代とともにね、まあ、我々がいよいよそういうところに来てるっていうことで、来ましたよ、ついに。だからワクワクはするんで、まあ、不安があることもないですし、うんうん、まあ、もちろんね、なんか都市伝説とか言ってる方たちのお話を聞いてると、うん、
多分そういう方たちが今までテレビに出せなかったようなお話とかっていうのを今言い出したね、言い出した。YouTube すごいじゃないですか。すごいすごい面白い。あれそうなのかもとか、うんうん。でもそういったことが今日本人の人たちがそういったお話をね耳を傾けてること自体が。うんうん、すごい僕は変化の面白いでしょ、予兆だというふうに思う。聞いてくれる僕の、ね、はい、笑い話。あるね日本人が、はい、まあ、人間でもいいんだけど、うん、日本人が AI のロボットに関して、はい、お前はにロボットだって言ったんですよ、はい、そしたら AI は魂とか記憶は日本人のデータあるでしょ、はいはい、僕は人間ですよって、うん、いやお前は機械だって言って、はい、そこの横をね魚がこう通りかかるんですよ、はいはいはい、何言ってんのって2人とも電気で動いてるの、うん、そうですよね、人間も電気で ね2人とも電気で動いてるの、はい、しかも昔は2人とも魚じゃないって書いてるんでね、うん、海から来てるからね、そのぐらい笑っちゃうけど本当の話っていうか、うん、そうですよね、だから人間の今あるものを知ろうと思うとやっぱり過去の歴史というか人間がどのように進化してきたかっていう歴史さえ分かれば、うん、瞬時にこう元に戻れるというか、うん、そうですね、あそういうことだったんだっていう、でそこが大事で、そこさえ分かればじゃあそれは対極ですよね、はいはい、あのさっきの波の大きな、うん、そこがきっちり分かれば実は目の前のこと、はい、さあこれから半島とどういう関係する、うん、台湾とどういう関係がする、東アジア非常に重要になるよこれから世界が、うん、はいはい、それは東アジアが重要になるってことはヨーロッパのためにもアフリカのためにも、うん、全部のために東ユーラシアが非常に大事になるよっていうところに置き換えた時に、初めてもう少し対極の中の今がどうやって仲良くしたらいいかなとかいう話になってんだよ、うん、いろんなことはあったけどこれからどうやって仲良くしようっていう知恵を出し合って仲良くしたいよねっていう、非常にロマンがありますね。だからもうその地球のね、さっき言った天気予報っていうか、うん、宇宙の天気予報みたいなのを感じた人たちが、うん、やっぱり長い歴史をつないでいきながら、うん、来たる時に向けていろんな約束をばらまいてきてるのが、うん、なんか集まり出してる。そうそうそう、すごいでしょ、人類初めての経験かもよ。いやすごいですね、うんうん、だからこんなのがなければ多分ね課長さんとのご縁もなかっただろうし、うん、こういったお話をすることもないんで、やっぱりいよいよ始まるよ、始まるなっていう、ね、始まる、怖がらないでください、はい、いい世界が待ってるから、うん、めっちゃいい世界待ってますよ。そうですよね本当に本当に、だからある種種明かしをされる前の、うん、ね、ワクワクでみたいな、もう全てがそんな風だったの、あんな風だったんで、なんかみんなが、あ、世界ってこうやって出来上がってて、もともと一つで家族なんだっていう、ここに気づいた時の地球のなんか愛のエネルギーの爆発というか、なんかすごい次元上昇が一気に来ますね、来ますね、あのものすごくシンプルな場所に戻るんですよね、そもそも論にも戻るんで、はい、まあ一つでしょうっていう、共に生きているんでしょう、え、地球生きてるよとかね、はい、いう話に入っていくと思うんですよね。でもいいお話ですよね、やっぱり思いやりとか、なんか日本人がこう大事にしてるっていうね、うん、まあ、その精神性っていうのは非常にあのこれからの世界にも役には立つし、僕らがやっぱりそこの垣根をなくしていきながらね、うん、まあ、どんどんこういうことを発信していくと、うんうん、またいろんな世界の人たちとつながっていく、また日本に来た人たちに対してもそういったおもてなしの心を持つっていうことでね、うんうん、なんか少しずつ広まっていくんではそう思いますね、ないかなっていうふうに思います、ね、いやいい時代が来ますよ、来ます、怖がることなんか少しもない、そうですよね、最後にねこういう話が多いんですよね、はい、じゃあ僕たちはどうしたらいいんですかっていう、はい、自分が何かをこの人たちにする、困った人たちにするっていうのはそれもそれでいいと思うんです、はい、でも何をしていいかわからない、どうしたらいいっていうのを迷った時には、自分が自分らしくあること、うん、自分が自分らしく自分が望む楽しいところに向かうこと、笑顔になること、それが知らないうちに誰かを助けていくことになるから、いやなるんだな、まずは自分らしく楽しくあること、いや本当にそうなんですよ、僕らの会社の名前がね RTH っていうんですよ、はい、RTH リターントゥーヒューマン、人が本来あるべき姿へ帰りましょうねって、変わりましょうよとかじゃないですよ、本来あるべき姿へ帰るだけで自然とこう調和されていくんだよっていうね、だまさに今のお話っていうのが非常に大事なキーワードだと思います。いや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 、いろんなこう皆さん好奇心とか興味本位でね、いろいろ入っていくところからでも、まあ非常にこう大事なことではないかなというふうに思いますね。いろいろ本当はね、あの始まる前に実はもう非常にいろんな深い話して全く放送はできないそうだそうだね、話もたくさんあるんですけど、はいはい、多分徐々にこれからそうですね開示されてくるということ、うんうん、まあ僕は結構開示の人間なんで、はい、いろいろとこう洗脳された中で、
僕たちが半島、特にあの北朝鮮共和国とどういう関係になるかっていうのは非常に世界的に重要で、どうして北朝鮮だけをそういうふうに言うかというと、非常にこう歴史がそこに向いたんですよね。イスラエルっていうのもちょうど複雑な場所にある、北朝鮮もすごい複雑なところにある、朝鮮自体がね、そこがどういうふうなバランスを持って和合していくかが非常に重要になっていくので、だからもう僕絶対応援します、はい、なんでまたね、はい、叱るべき時が来たら、もしかしたらもうオフレコの話がどっかでまた出せる、あ、そうですね、タイミングがいつかはさっきの前の時間のやつが出せるかもしれないです、ね、まあ、そこまではちょっと僕もね、口は無地がよくなるんですけどでもなんかこう、うん、非常に希望があるというか、ありますあります、うん、はい、僕らが思ってる世界平和ではないところに実は本当の平和があって、うん、あって、そこに向かって実はもう脈々と動いている、時間という流れは進んでいる、進んでます、これはもう止められない、止められない、止められない、あ、もうね、幸せは止められないし、うん、恋は止められないよ、あ、間違いないです本当にその通りですね、はい、まあ、なんでね、あの、まあ、こういった YouTube の電波に乗せられないお話っていうのもたくさんあると思いますんで、はい、その時はね、ぜひあの課長さんの講演会の方に、あ、そう、講演会結構言っちゃってるからね、はい、あ、僕はい、あの京都の講演会2月チケットポチッと、そうですか、 ありがとうございます、ありがとうございます、そこの会場にお伺いしたいと思います、はい、ということで本日はもう大変お忙しい中で、ね、本当にありがとうございました、貴重なお話を聞かせていただいてありがとうございました、ありがとうございました、ぜひまた遊びにいらしてください、ありがとうございます、ありがとうございます、皆さんありがとうございます、チャンネル登録お願いします日本に旧約聖書が正しければ帰ってくるのよ、はい、だから院長さ、はい、調べたよ俺すげえ調べてるからジャッジなしで聞いてくれる人を見つけたら絶対に使命を思い出す、結果っていうのは過去じゃないですか、でもね、未来なんですよ、大事なのは、過去できなかったことは今もできないし未来もできないという思い込みが生まれるんです、こういう話をする時間を増やしてください、夢が叶わないと今は思ってるけども叶う道を歩もうとしてるのか諦めて生きるのか2つに1つ